一方、観光地ではにぎわいを見せています。旭川の旭山動物園では今日から夏の営業が始まりました。どうぞ。桜が満開となり、朝から初夏を感じさせる行楽日和となった旭川市旭山動物園では、今日から夏の営業が始まり、家族連れなどでにぎわっています。まあ、子供たちが動物好きなんで可愛かった。どんな動物が好きですか？マヌルネコ。楽しいゴールデンウィークがいい。園内にはミュージアムショップが今日オープンし、旭山動物園監修のグッズが販売されているほか、スイーツを楽しむこともできます。今シーズンで57年目を迎えた旭山動物園の夏の営業は11月3日までです。